これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。なるべく。あれだな。浄化しようぜ。おいおいおい、結界が。これも考えれば分かることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。レジしろ。結界の要の場所をあぶり出せ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。あらかじめ結界が仕掛けられていたのかよ。
れで2つ。消えない。まだあるはずだ。結界が完成に近づいている。
なことに。自分から罠に飛び込んだからだよ。で最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ、疑ってるぞ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸につながる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。印が白い。これは違う。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいたんだ。使うとは思わなかったけどな。よし、お食べ。慌てずに食べな。どこかに行く気だぞ。何か知っているみたいだ。なんでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。江戸の趣味だ、本人に聞け。地道にやるしかねえな。
あれ、何だったんだろうな。いるんだ。古い人間に感謝しろよ。他のあたろう。これじゃない。印の色が違うものを探せ。Thank you.
手に負えない数だな。よし、任せろ。俺が手本を見せてやるよ。
食わなきゃ。
技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。
いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。食べ、慌てずに食べな。信心深いな。こういう時だからね。ここだ。こいつを何とかしようぜ。やるじゃねえか。何か落ちてる。手に負えない数だな。やばい、戻らなきゃ。
そうだね。音で敵の注意をそらすことができる札だな。敵から隠れたいときは使えそうだな。終わったか。さっさと行くぞ。自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。休憩の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンコはそこに何か入れたみたいだ。
よし、任せろ。こんなもんか。安心ってとこだな。
誰かの思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたのか。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの？仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。はなきゃ。メモにあった団地はここだな。どっかにシートがあるはずだ。探してみる。急がないと奴の思う壺だぞ。霧の発生源はそこから南西の社だ。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。ずいぶん冷めた態度だな。リンコらしくないぜ。エリカ、何かを教えようとしているみたいだ。
さて、どっちを信じる？俺は決まってるぜ。ああ、見ておけよ。ここだな。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。なんだろこれ。ずいぶん買いだめしてるな。二人で猫を飼っていたみたいだね。思念が見える。リンコ、いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあ、もう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。
が抑える。今のうちよ。リンコか。ずいぶんとヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。リンコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああそうかもな。お前次第だぜ。そいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。おい、準備しろ。さっき見た公園と似てる。リンコを切り離して逃げたか。リンコさんは？はい、僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は問題ないわ。本当に問題ないのか。目は覚めたよ。それに取り込まれたけどただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。
場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。